グループ活動は誰も望んでないっていう、そういう反応が多かった。皆さんこんばんは、ティライです。今日は東方神起について、いろんな質問をもらったので、それについて話してみようと思います。まずさっきに僕のツイッターやインスタにもアップしたんですけど、ユノさんのミニアルバムが2022年1月に出るらしいですね。ついに活動ができて本当嬉しいです。中2月にはチャンミンさんのミニアルバムが、1月にはユノさんのミニアルバム、2月には東方神起ミニアルバムが2年ぶりに出るらしいですね。韓国語のファンも多く待ってたから、韓国語じゃないのがちょっと残念だけど、ユノに会えることにすごく嬉しいみたいです。韓国語ファンの反応をちょっと見ると、本当のファンはどこも行かないって、ここにいるとか、来年にはユノが幸せになってほしいって、そういう反応でした。本当来年にはユノさんが幸せになってほしいですね。そして前の動画を見て、いろんな質問をしてくれたんですけど、こういうなんか僕が紹介した韓国語反応が、一部のアンティの反応ではないかなって、そういう質問が本当多かったんですよ。今まで僕の動画で言った通り、韓国語はいろんな嘘の噂が、記事になって、それが事実みたいになったから、一般の韓国の方たちはみんなすごく、誤解していて、ほとんどそのデマを、信じてる状態ですね。だからユノさんのミニアルバムが、出るっていう知らせにも、良心がないとか、汚い、韓国に活動できないから、日本に行くんだって、すごく批判してる状態です。これからもっと叩かれるようになると思うから、個人的にもちょっと心配になりますね。韓国ファンコミュニティでもチャンミンさんだけ取り上げて、ユノさんの名前を言うのはちょっと避ける方も多いんですよ。今回2人とも、日本でソロアルバムが出るっていう話が出たんじゃないですか。こういう知らせにチャンミン一人でソロコンサートとか、ソロツアーとか、してほしいっていう反応も多かったから、いつからこういうことになったのか、もう分かりませんね。国会がすごく重まって、どこから解けるべきなのか、両層もつかない感じかな。最初貿易違反の時から、見物の件と、犬の鉄砲の件、ホテルの盗み見え犯罪の件とか、ソエジさんとのスキャンドル、最近チェティスアウトの、その件まで、何一つ本当のことがないんですけど、こういうテーマだけ流れて、韓国のほとんどの人たちが、このテーマを信じてる状態なんですよ。こういう状態が続いてるから、ユノさんのファンも、チャンミンさんのファンも、グループ活動より、ソロ活動を望んでるのかな。ユノファンコミュニティを見ても、ソロコンサートを望んでるし、グループ活動は誰も望んでないっていう、そういう反応が多かった。今ちょっときっちり状況だから、ファン同士仲良くするのがもっと力になると個人的にはそう思いますね。早く韓国の国会も全部解けて、ファンの争いもないのが、東方神起にとってもユノにとってももっといいことじゃないかなって、そう思います。本当来年にはユノさんが幸せになることを祈りますね。今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。ラクラク。